こんにちは、キッチンスタジオ10位の木野恵子です。今日はですね、低温調理でやってみようシリーズっていうね、勝手にシリーズにしてますけれども、初のね、お魚やってみたいと思います。お魚です。今日ね、こんだけの量でキハダマグロがね、500円だったんですよ、ね、またちょっとお買い得につけて買ってきちゃいましたが、で、ね、ちょっとね、1回に食べきるには多いので、ね、半分ね、ちょっと、低温調理に挑戦してみたいと思ってこれをね、買ってきました。はい、じゃあね、片っぽはね、お刺身でいただくとして、片っぽね、こちらを低温調理していきたいと思います。多いかな、ちょっと端っこの方もしちゃおうかな。じゃあこれ今日のお刺身 ね、はい、そしたらですね、 OK、 そしたらですね、こういう感じなんですけれども、ちょっと半分に切ってもらって、ちょっとね、長さをね、短くしてみました。じゃあこれね、まずは重さを測ります。250で、ここにですね、 1% のお塩を振りますね。250だから 2.5 ですね。で、これをね、低温調理ですることで、スモークサーモンのようなね、こうねっとりした感じになるはずなんですよ。ちょっとね、やったことないんで挑戦です。で、それを使って、まあ、タルタルとかね、あとはカルパッチョとかにしていくといいのかなということでね、ちょっとね、挑戦してみたいと思います。これね、お刺身用ですね。生なので、今日手を調理、火を通すといえどもね、中生なので、お刺身で食べられるものにしてください、ね、サーモンでも、いいですし、マグロでもね、いいですし、あとね、ホタテ貝なんかもね、いいそうです。はい、ではね、こうやって 1% の塩をしました。そしたらまたね、このジップロック袋が出てきます。あ、今日ちょっとあれしてみようかな、いろいろ挑戦で、これにしよっかな、ね、これね、シリコンでできてる袋で、耐熱がね、250度まで、で、マイナスの方も結構いけるんですけれども、できる袋なので、これだとね、1回1回使い捨てしなくていいので、これでちょっと低温調理はできないもんだろうかと思っていたので、これを使ってみようと思います。いろいろ実験ですね。はい、ただ真空にならないか、これ真空難しいかな。なるべく、まあ、空気を抜いていきたいと思います。よいしょ、あんまり抜けてないね、こんな感じ。これね、250度までオーブンにもいけて、電子レンジにもいけて、冷凍もできてっていうね、感じらしいです。こんな感じね、ちょっとね、ピンクなんでよくわかんないですけれども、これで低温調理器に入れたいと思います。今日はですね、44度です、ね、そこにもうね、ピピッとなってるので、そこに入れます。よいしょ、いい感じだね。はい、でこれでね、40分いきたいと思います。で、実はこれね、ちょっと予熱しといたらもう7分進んじゃったんで、ね、止まってから7分ね、長めにやりたいと思います。はい、これでどんな感じになるか楽しみに。いい感じに使っております。ではね、低温調理できました。どうかな、こんな感じと言ってもちょっとね、こう周りがピンクなんでよく分かりませんが、ね、こんな感じにできました。これをね、すぐ冷やしておいて、
で、これをねカルパッチョとかにしていきたいと思います。ここまでね低温調理できました。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。この動画が役に立ったなと思われた方はグッドボタンを押してくださると嬉しいです。また毎日悩みがちな献立のヒントを朝、公式 LINE にて配信しております。キッチンスタジオ獣医家木野恵子の公式 LINE はこちらからご登録できます。まだ登録されてない方はぜひご登録ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。